はい、こんにちは、下郎です。今日はですね、以前代官山アウト散歩の時に見つけたこちらヘザーウィックスタジオ店に行ってみたいと思います。会場は六本木の森美術館です。ネットで調べたところ、事前のウェブ予約はお得そうなので、そちらで申し込みました。予約時間の設定もあって登録したんですが、まだ時間もあるので、先に近くのアートスペースの展示会に寄ってみます。六本木ヒルズのそばとしては、自分の中ではもう定番のピラミデビルとコンプレックス66号、こちらになります。あとですね、今回の3つの展示会について自分の感想とかコメントはなしにしてます。ちょっとあまり編集時間が取れないという関係もあるんですけど、余分な情報は入れないので、ご自身が体感しているそんな感じでご覧になっていただければ幸いです。多分アート系に関しては今後そういう動画のスタンスにしようかとは考えていますけどね。私は好きでこうやって見に行っているわけですから十分満足はしてるんですけど、生地浅い知識で、この作品はどうだとか感想がどうだとかあんまりこう語りたくないもんでね、その点ご理解いただければと思います。Thank you.
それにしてもいい眺めですね。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。